はい、北です。今このバルヘイムっていうゲームをやってるんですけども、このゲームの面白いところはですね、この自分の作ったキャラクターのデータを、持ったまま他のサーバーに遊びに行ったり、新たにワールドを作ったりできるんですね。それで今まで1回目のボスを倒すところまで最初のサーバーでやったんですけども、その後とちょっと違う遊び方しようかなと思って、また新しいワールドを作って、今度は建築とかそっちの方をメインにやってみようかなと思ってやってます。で、昨日っていうか土曜日からもうずっとやってて、やっとねこれ拠点家建てました。まあ、今まではもう簡単なね、簡易的なものはやったんですけど、ちょっと本格的に作ったのはこれが初めてでね、こう高い床式にしてこんな感じです。ここをメインにしていろいろ広げていこうかなと、そういう遊び方しようかなと思ってます。で、このゲームはですね、この家の中にこの火がないと、いけないというルールがありまして、最初はまあこう 家の中にいろりみたいなの作って焚き火やってたんですけど、じゃあちょっと落ち着かないということで、この家そのものを高床式にして、床下暖房にしました。これ下がどうなってるかというと、ちょっと降りてみますね。で、階段を降りまして、この下の方で焚き火をしております。それでちゃんと暖房してると認識してくれます。で、どうしてもやりたかったのがこのベランダですね。海辺のこのベランダ、これがやりたくてね、この場所を一生懸命探しました。やっとできました。で、こっちが東なんで朝日が見えます。夜はねこの方角に月が見えます。で、あれがスカイジュってやつですかね。これは今のところゲーム的には機能はないみたいですけど、これがね、なんかすごい印象的ですね。これで、今はこっちの方をまた開拓して、工場を建てようかなと思ってます。この石を割ったり、切り株を崩したり、本当リアルな開拓みたいですね。一緒ですね。この切り株をね、こうやって切ったりするんですよ。で、これで木が取れます。で、これ今度はツルハシ。このツルハシはね、最初のボス倒さないと手に入らないんですけど、やっと手に入れたので岩も砕けるようになりました。それで今度は、ね、次の段階としてはこの鉱石を掘りに行って青銅時代に移行するんですけど、まだそこまでは行ってないんですけどね。で、ヨーグボールとか炭焼きとか作ってね、石器時代から今度は青銅時代に移行するわけです。まあ一人でのんびりとね、やろうかな、遊ぼうかなと。他の人とマルチプレイやるとみんな早くてね、もうどん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 進んでいっちゃってるんで、もうついていけなくて、もう一人でもう時間かけて、まあ遊びですからね、それで先を急ぐこともないなと思って、のんびり時間かけて一人でやろうかなと思って、ちょっと方針を変えました。この間一緒にプレイした人、なんか学生さんって言ってましたよね。もう若い人はさすがに早いですよね。ついていけないですよ。おじさんはもう一人でのんびりやることにしました。で、まあこんな感じですね。これで終了して動画作ってアップしようかなと思います。まあなかなかね、
面白いゲームです。記憶の剣。でゲームもね、こう進んでいくとなんか今度は今のところないですけど敵が攻めてきたりするらしいんですよ。モンスターがね家を壊しに来たりするらしいんですよ。それに対する防御もね、そのうちゆくゆく考えないといけないのね。こっちの方に工場を建てて、まあ、畑とかあっちにも作って、でその周りをぐるっと、堀でも掘って柵立てて城塞みたいにしようかな。これ最初よく分かんなくてね、整地しようと思ったら思いっきり穴ぼこだらけになってました。まあ、これ石あったら埋められるんでね、まあなんとか元に戻すこともできるんですけど、ちょっとツルハシでポコッと掘ったら思いっきり穴ぼこになっちゃうんでね。あ、弓矢まで作るの忘れてたな。こういう面白いゲームです。じゃあ一旦落ちて動画作ろうかな。走る、走れ。これはね、蜂蜜、蜂が取れる、蜂蜜取れます。でこっちは今のところ料理小屋。これね、焚き火の中に入ると燃えちゃうんですよ。燃えて死んじゃうんで、もうや最初にこれやりましたけど、ね、そういう事故を避けるために平地か柵作りました。つい近寄りすぎるとあの焚き火の中に飛び込んじゃって焼け死んじゃうんですよ。木切ってると倒れてきて倒木の下敷きになって死んだりね。もうなかなかリアルね。焚き火後の換気が悪いと一酸化炭素中毒になって死んじゃったりね、いろいろね、もうなんかリアルで面白いですよ。よし、では一旦ここで落として動画作ろうか。窓から海が見えるってのがいいですね。これがやりたくてね、場所一生懸命探しました。よし、じゃあ一旦落とそう。